窓を開け放っておくのは。でも今日は本当に月が美しい夜だ。はじめまして、我が輩は産屋敷加賀屋の使いの者です。不信感でいっぱいの様子。無理もない。我が輩が炭治郎のようにあなたから信用を得るのは難しいですね。やはりどういった腹積もりなの、産屋敷。何か騙そうとしている。ユシロウは？ユシロウ君は心配いりませんよ。ほら、走ってくる足音が聞こえる。他最担心不是小三。ダマヨ様！ダマヨ様！ダマヨ様！元気。では、要件を話しましょうか。鬼殺隊にも鬼の体と薬学に精通している子がいるのですよ。禰豆子の変貌も含めて一緒に調べていただきたい。鬼舞辻無惨を倒すために協力しませんか。産屋敷邸にいらしてください。鬼である私を鬼殺隊の本拠地へ。いいお返事お待ちしております。できています。違うのです。禰豆子さんが太陽を克服して何かが動き出した。いえ、もしかしたらその前からすでに動き出している。この转场。あの日起きた出来事がようやくここに来て大きなうねりとなった。もしかしたら。まさか珠代様。ここを引き払うことは変わりません。ただこれまでとは違います。私もすぐにこれまでの研究結果をまとめますので、ユシロウも手伝ってください。これが最後の転居になるかもしれません。行きましょう。鬼殺隊の本拠地産屋敷邸へ。是因为是你封住的。这歌词儿也是比较对应主公跟无惨。太帅了。
一丸となって頑張りたいと思っているんだ。義勇と話をしてやってくれないだろうか。どうしても一人で後ろを向いてしまう義勇が前を向けるよう根気強く話をしてやってくれないか。隔空回复也很可爱。炭治郎さん、どうしたんですか？こんな時間に。葵さん、もしかしてもう柱稽古に？稽古の前に会いに行かないといけない人がいて。それならいいんですが。葵さん、何ですか？一つ質問したいんだけど、いいかな？もし一人ぼっちの人がいたとして、その人に一人ぼっちじゃないですよってどう伝えれば分かってもらえると思いますか？それは私にもよく分かりませんが、炭治郎さんはその人を元気づけようと思っているんですよね。私ならそっとしておいてほしいです。もうお出かけになるんですか？はい。ちょっと待っててください。会いに行かれるお相手はお一人ですか？はい。難しいな。確实很难。簡単ですが、我是那种不太想被打扰。炭治郎さんとその方の分です。何を置いてもまずしっかり食べないと心も体も元気にはならないと思います。哦，我对这段好像有点印象了。行ってきます。ごめんください、富岡さん、こんにちは。すみません。爱人已经在握紧拳头了。っていう感じでみんなで稽古してるんですけど。知ってる。お、知ってたんですね。よかった。次回俺あと7日で復帰許可が出るから稽古つけてもらっていいですか？つけない。どうしてですか？じんわり怒っている匂いがするんですけど。何に怒ってるんですか？お前が水の呼吸を極めなかったことを怒ってる。お前は水柱にならなければならなかった。他还是很信任他。申し訳なかったです。でも鱗滝さんとも話したんですけど、使っている呼吸を変えたり、新しい呼吸を派生させるのは珍しいことじゃないそうなので、特に水の呼吸は技が基礎に沿ったものだから派生した呼吸も多いって。そんなことを言ってるんじゃない。水柱が不在の今、一刻も早く誰かが水柱にならなければならない。水柱が不在？義勇さんがいるじゃないですか。俺は水柱じゃない。え？お、帰れ。お、根気強く話をしてやってくれないか。はい。義勇さん、おにぎり持ってきたんですけど。带来一些艺人的震撼。失敗になるとイライラも収まるって言いますし。じゃあここに置いておきますね。おはようございます。おにぎり食べてくれ。
れたんですね。よかったです。あ、義勇さん。義勇さん、どうしましたか。義勇さん、怎么突然有点好磕了。可能看漫画的时候也还好。眼圈，但其实他已经很很已经很纵容了，在厕所。これは一生続くのだろうか。怎么不行呢？最終選別を突破してない。え、最終選別って藤の花の山のですか。そうだ、あの年に俺は俺と同じく鬼に身内を殺された少年サビトという獅子色の髪の少年と共に選別を受けた。好久没有见到。あの年の選別で死んだのはサビと一人だけだ。彼があの山の鬼をほとんど一人で倒してしまったんだ。サビと以外の全員が選別に受かった。俺は最初に襲いかかってきた鬼に怪我を負わされて朦朧としていた。その時もサビトが助けてくれた。水の呼吸、死の方、うつしを。好帅。サビトは俺を別の少年に預けて助けを呼ぶ声の方へ行ってしまった。確かに7日間生き延びて選別に受かったが、一体の鬼も倒さず助けられただけの人間が果たして選別に通ったと言えるのだろうか。俺は水柱になっていい人間じゃない。そもそも柱たちと対等に肩を並べる人間じゃない。他就自己没有资格给后辈训练。柱に稽古をつけてもらえ、それが一番いい。俺にはあざも出ない。サビトなら出たかもしれないが、自分が死んでいたらよかったと思っているんだ。わかる。だって俺も同じこと思った。煉獄さん、命をかけて俺たちを守ってくれた。すごい人だった。おいゆ、誰よりも優しくて強かった。見事な生き様だった。最後まで煉獄さんの代わりに俺が死んだらよかったんじゃないかと思った。煉獄さんならいつか無惨を倒せたんじゃないかって。でも信じると言われたならそれに応えること以外考えたら、うん、そうだそうだよ。だけど義勇さんに何て言ったらいいんだろう。どんなに惨めで
しくても生きていかなきゃならない。本人は認めてないけど、柱になるまで義勇さんがどれだけ自分を嫉妬して叩き上げてきたのか、どれだけ苦しい思いをしてきたことか。義勇さんのことを何も知らない俺がとやかく言えることじゃない。だけどどうしても一つだけ聞きたいことがある。義勇さん、止まってくれない。義勇さんはサビトから託されたものを繋いでいかないんですか？サビト、自分が死ねばよかったなんて二度と言うなよ。もし言ったらお前とはそれまでだ。友達を辞める。翌日に祝言を挙げるはずだったお前の姉もそんなことは承知の上で鬼からお前を隠して守っているんだ。他の誰でもないお前がお前の姉を冒涜するな。お前は絶対死ぬんじゃない。姉が命を懸けて繋いでくれた命を、託された未来を、お前も繋ぐんだ。キル痛い。頬を張り飛ばされた衝撃と痛みが鮮やかによみがえる。なぜ忘れていた、サビトとのあのやりとり。大事なことだろう。思い出したくなかった。涙が止まらなくなるから。思い出すと悲しすぎて何もできなくなったから。ツタ子姉さん、サビト、未熟でごめん。まずい、ピクリともしなくなったぞ。どうしよう、ひどいこと言っちゃったかな。義勇さんすでにだいぶしょんぼり状態だったようだし、追い打ちかけてしまったのかな。そうだ、早食い勝負をするのはどうだろう。勝負で俺が勝ったら元気出して稽古しませんか、みたい。太可愛了、炭治郎。まだ復帰許可下りてないから手合わせ的なことできないし、義勇さん寡黙だけど早食いなら喋る必要ないし。計画通。炭治郎、遅れてしまったが俺も稽古に。義勇さん、ザルそば早食い勝負しませんか。なんで。稽古についてなんだが、胡蝶に関しては聞いてなかったな。胡蝶は何を教えているんだ。忍さん、そういや聞いてないですね。どうしているんでしょう。落ち着いて、大丈夫よ姉さん。私を落ち着かせて。感情の制御ができないのは未熟者、未熟者です。師範、お戻りでしたか。私はこれから風柱様の稽古に行ってまいります。そう、師範の稽古は岩柱様の後でよろしいですか。私は今回の柱稽古には参加できません。え、どうして。好可爱。私もっと師範と稽古したいです。あ、カナオも随分自分の気持ちを素直に言えるようになりましたね。いい兆しです。やはり良い頃合いだわ。私の姉カナエを殺した鬼について話したいと思います。その鬼の殺し方について話しておきましょう。哦，这是异地吗？
哦，他们的背影，前方就是希望的光。虽然之前就知道剧情了，但是看到动画做出来还是非常感动嘛。桂妹真的有很多就是那种温柔又强大的角色。我还记得我看第一季桂妹的动画的时候，感觉他们那个第一次选拔还是挺惊险的。后面看到仓库就是一个人单刷这个整场考核，真的是，那就是完全靠他自己一个人。探长他们那会儿还是有团队协作那种成分在的。汤兔和义勇小时候的故事真的还是很戳中我的，尤其是义勇，就是回忆到那个巴掌，觉得很能理解为什么他会忘掉当时的痛感。义勇真的是之后完全把自己就是麻痹了，在这不断的这种训练之下，尽可能把自己任何的情愫给压抑住了，把过去的那些回忆都给封存起来。但其实硬要说的话，我还是觉得就是整个义勇他这个心路历程的转变，稍微有一点过于云淡风轻了。就他姐姐的那段戏份，其实我觉得可以多加一点。前面的 build up 都感觉还是挺顺畅的，但是到最后这种顿悟，还有就是探长的反应，其实稍微有点生硬。不管怎么说，我还是很喜欢义勇他的这个故事。在大家都知道他的水平是多么高超的情况下，但他还是有这个自己内心自卑的一面，不愿意打开的一面，真的就是让他的人物也丰满了很多。而且我觉得他还挺宠探长的，虽然没有说，但是能看出来还是有纵容着老探长这个死缠烂打。最后，我还是想说点别的，就是这一段真的让我又想起阿尔敏，他也经常会有这种该死的人应该是自己这种感受，觉得真正该活下去的应该是团长。他每次这么说的时候，真的我心都在抽痛，我真是看不得这种桥段，我真的会很想就是抱住他们说没有这样的事儿。那这期视频就到这结束，我们下次再见，拜拜。